しょう。神田のやぶそばへ来ました。あ、消失してから再建されてもう1年以上経ちますが、もっとかな。あ、でもね、綺麗に再建されて、箱庭もこういうような感じで、緑のシーズンになってきましたんで、ずっと庭が窓の外に続いてます。本当にね、こういう風な感じで、やぶそばの、ね、あ、昔よりなんかね、広々した感じでいい感じになってますね。そばほら、そば、ね、季節の若竹そば、竹の子のそばですね、あります。注文したのがね、普通のかけそばと、とろろのそばです、ね。高尾山のとろろとどうでしょうか。雰囲気変わっちゃいますね。昔来た時はなんかね、気のあれでしたもんね。モダンに風通しが良くなって素敵なね、あれですね、人とかね、鳥が多いの最高にいいわ。お蕎麦屋さんって感じで、はい、ありがとうございます。とろろそばの値段は1240円 で普通のかけそばが670円です。不公平です。そのね、このとろろの、今アップしますけど、このとろろの部分だけで600円もするんですって。これ600円ですよ、これ。半分あげるか。どうしますか。半分あげる。ね、そばの分量はね、同じですね、全く。ね、これは普通の670円の方です。ね、実際食べるんだったらどっちでしょうね。そば通はやっぱりね、そばだけで十分です。と、私の意見です。まずそばつゆの香りを嗅いでみるのが、まあね、最初にやることですね。はは、先日食べたやっぱりダルマチェンのそばつゆの味とはちょっと違いますね。ちょっと甘みが多い感じがしますね。うん、評価としては、ダルマの方のそばつゆの方が美味しいかな。と思いました。ではそば、の方をいってみましょう。まずは何もつけずにそばを、はい、そばをまずいただきました。とろろのつけ汁を味わってみたんですが、とろろの風味を消すほどのだし汁がね、しょっぱすぎて、まあいわゆる関西人には向かない関東風のね、味がちょっと濃すぎますね。これは山形のね、とろろでもこんなには濃くしないですよね。それとほら、高尾で食べた武蔵屋のとろろなんてもっとあっさりしてね、美味しいし、だし、同じだしでもやっぱり関東風だからどうしても味が濃すぎるんですよ。
やっぱここはいくらなんぼでもね。もう一枚頼んで半分する、うん、それがいいと思います。盛りそばのねザルがねこう反ってるんですね。外側に深く真ん中浅くなって持った時にねちょっとね平らに持っても持ってるような感じになるようにできてるんですよ。これはトリックですな。あ、量的にはもう決してね多くはないですね。このね、底上げのねザルでね何かちょっと持ってあるような感じはしますが、実は大した量ではなかったです。そういうことで よく喋って聞いてくれるけど、こっちの方はあんまりそのねこちゃ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 してるんです。こちゃこちゃだから長男なんですよね。あれ医者らしすぎるからなんか性格ですよ、のりこちゃん。のりこちゃん。2002年ってそばから。あ、2000年。2000年。はい、ごちそうさま。のりこちゃん。はい、ごちそうさま。ありがとうございます。また。はい。